クリップ。この番組は立正佼成会株式会社ララの提供でお送りします。5月20日水曜日12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中 K-PIX 元気21前橋1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この番組クリップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとしたことなど、皆さんの身近な情報を中心にお届けしていきますよ。書類をクリップにまとめるように、この番組から発信した情報を少しでも多くリスナーの皆様の胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞよろしくお願いいたします。さあ、改めましてこんにちは。今日は肌寒いですね。前橋市内今現在13度、朝の時点ですともう少し気温が上がって21度まで上がる予想でしたが、変わりまして、前橋市内今日は16度までしか上がらなそうです。はい、明日もね17度なのでね、2日連続でまあちょっと肌寒いかなとは思います。さらに土曜日まで雨ということでね、まあ大変ではございますね。この時期は走り梅雨って言いましてね、こう本格的な梅雨に入る前にぐずついたお天気が続く時期です。雨が多いのは少し大変ですけど、草花とか農作物が育つにはとても必要だなと思うのでね、うん、はい、そう思います。さあ、それでは、もう一つですね、お知らせしたいことがありまして、群馬県内感染者の方が新たに1人増え148人となりました。女性の方なんですけど、クラスターが発生しておりました当和の園の入居者の方なんですね。あれ今更という声があると思うんですけど、実は県内初のケースで時間を置いて陽性と分かったそうです。この女性はですね、4月11日に検査をしていまして陰性、さらにその後3回検査をして陰性、4回目で今回陽性と出たそうです。ねえ、びっくりしますよね。はい、詳しい情報はニュースなどでお伝えさせていただきたいなと思います。時刻は12時4分を回ろうとしています。クリップスタートです。クリップ、さあ時刻は12時16分を回っています。この時間は前橋町中を中心とした飲食店のテイクアウトとお客様をつなぐ情報ページ「まえテイク」に掲載中の1店舗をご紹介するコーナーです。本日お昼にご紹介するのはカフェ&バーウィッシュさんです。こちらのお店はローソン敷島公園店の交差点を川原方面に向かって約200メートル先の左手にあるお店だそうです。そしておすすめのテイクアウト、ご利用のお客様の約8割がご注文される人気メニューがあるそうです。それはこちらです。グリルチキンと濃厚カレー、食べたーい。ちょっとね、美味しそうですよね。南部鉄器でじっくり焼かれたチキンが、もう皮がねパリッパリなんですって皆さん。さらに厳選された
塩、お塩ですね、はミネラル豊富で旨味を閉じ込めたそうです。ココナッツミルク、バターたっぷりと病みつきになるグリルチキンと濃厚カレーです。ぜひ皆さんご注文お願いいたします。店主の方が厳選した食材から作っているそうなのでね、美味しいものをお手頃価格でと、あとはママ友とか女子会とかいろんなシーンで合わせられるのでとってもご好評なお店だそうです。今回こちらのカフェ&バーウィッシュさんはですね、テイクアウトご利用のお客様のフード1品につきなんと100円引きさせていただきますという情報が入っています。また少しでも栄養の足しにしていただくためにミニサラダを無料でお付けしてくれるそうです。やったー、サラダがねつくとねまた豪華になりますからね。ありがとうございます。もっともっと知りたい方はマエテクで検索してください。本日お昼にご紹介したのはカフェ&バーウィッシュから、カフェ&バーウィッシュさんでした。ありがとうございました。以上、マエテクテイクアウト応援キャンペーンのコーナーでした。12時19分です。ここでインフォメーションをお届けします。オーベルジュ音羽クラブよりイベント開催中止のご案内です。5月24日日曜日、癒しのフェスタ2020と題して県内人気の飲食店や雑貨店の無料イベント開催を予定しておりましたが、コロナウイルス感染症における自粛要請に伴い中止とさせていただくことになりました。詳細についてはオーベルジュ音羽クラブ電話 027-280-1212 までお問い合わせください。以上、オーベルジュ音羽クラブよりイベント開催中止のお知らせでした。続いて、自宅で気軽にピンシャン元気体操のお知らせです。前橋市では高齢者の介護予防としてピンシャン元気体操をこちらをねやってきましたが、コロナウイルスの現状を受け地域のサロンやグループでの実施が困難となってきています。そこでピンシャン元気体操の動画配信、そしてラジオ放送もしております。動画は YouTube にて、そしてラジオではここ MWave にて放送しております。ぜひお聞きください。以上、自宅で気軽にピンちゃん元気体操のお知らせでした。合わせてインフォメーションお届けしました。12時21分を待っています。続いてはこのコーナーに移りましょう。チャイムだよ、起立、注目、礼のコーナーです。このコーナーは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休校となっている前橋市内の小学生に少しでも学校のリズムを取り戻してもらおうということで、1日3回チャイムと校長先生のお話を放送するコーナーです。今日は朝にですね、大砥根小学校の橋爪校長先生からお話をいただきました。お昼はこちらの小学校です。新田小学校から木部校長先生です。それではどうぞ。青年会議所がお送りします。起立、注目、礼。
小学校の児童の皆さん、そしてこの放送を聞いている前橋市内の小学生の皆さん、こんにちは。元気に過ごしていますか？新田小校長の木部です。普段元気いっぱいの皆さんは家にずっといるのは辛いことでしょう。でも我慢するところは我慢して過ごせていることは立派だと思います。さて今日の新田小学校の様子ですが、校庭ではシンボルツリーのメタセコイアが空に向かって高々とそびえ、図書館前の新田池ではメダカがグループを作って泳いでいます。池の底の方までよく覗いてみるとザリガニがゆっくり歩いているのも見えます。でも主役の皆さんがいない教室棟は静かで寂しいです。長い休みで友達と会えず、外で思うように運動もできないと気持ちが曇りますよね。曇った気持ちでいると免疫力まで下がってしまいます。そんな時免疫力を高めるために楽しく笑えるといいなと思います。そこで私が思いついたのはダジャレです。ダジャレとは昔からある言葉遊びの一つで、有名なのは布団が吹っ飛んだでしょうか。他にもアルミ缶の上にあるみかん、校長先生絶好調、電話に電話などもよく知られていますね。このようにダジャレは面白いものがたくさんあります。笑うことは免疫力を高めると医学的にも報告されていますから、健康にもいいと思います。時間があるときに面白いダジャレを調べたり、自分で作ってみてはどうでしょうか。お家の人に教えてあげれば家の中も明るくなるでしょう。そして学校が再開したら友達ともダジャレを紹介し合ってたくさん笑いましょう。最後にメッセージです。学校では先生たちが早く会いたいと言って、皆さんがいつでも登校できるように準備をしています。皆さんも学校が始まったら全力で勉強や運動ができるようにエネルギーをたくさん貯めて準備しておいてくださいね。学校再開までもう少しです。皆さんに会える日を楽しみにしています。お話を聞いてくれてありがとうございました。この時間は前橋青年会議所がお送りしました。はい、新田小学校の木部校長先生ありがとうございました。みんなしっかりと校長先生のお話は聞けたかな？もし聞き逃してしまったそんな方は、後日前橋青年会議所の YouTube でアップされる予定ですので、そちらからお聞きください。以上チャイムだよ、起立、注目、礼のコーナーでした。5月20日水曜日、時刻は12時40分を回りました。前橋シティ FM N ウェーブのスタジオからクリップお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、前橋市の学校ですね、学校が6月1日より再開することが昨日決定しました。を見てみると、県内の34市町村が6月1日に再開することを確認しております。はい、
ただですね、条件がありまして、分散登校という形で進めていくそうです。分散登校期間は6月1日月曜日から6月12日金曜日までとなっています。分散登校の方法なんですけど、まあ、学校の規模によって違いますが、学級や学年をグループに分けるそうです。その各グループがだいたい1週間に2日から3日程度登校します。さらに午前中のみの活動になり、給食の提供はないです。そして中学校に限っては部活動は行わないということになっています。こちらの4つの項目がね、プラスされるということです。またグループ分けや日程などの紹介は学校より、各学校より連絡が来るそうなのでお待ちください。はい、まあ再開しても、まあコロナウイルスが全部収束してるわけではございませんから、まあ徐々に徐々にこういう分散登校っていうのはね、私はいいのかなとは思います。ただね、給食センターとかはね、まだ給食提供することができないので、いろいろとね、廃棄になってしまうものもありますから、できる限りね、私たちが何かお役に立てることがあればね、やっていきたいなと思います。そして学校関係ですと、群馬県内の中学校の総合体育大会の中止が決まりました。はい、1966年に第1回の大会がスタートしました。それ以来中止は初めてです。冬にやります駅伝とスキー、スケートは引き続き検討していく。中学校のスポーツをめぐってはですね、これまでに全国大会、関東大会の中止は発表されています。県内の中学生は7割に近い3万人が運動部に所属しております。予選にあたるこう群馬県とか市の大会の突破と県総体出場を目指していたということなので、いろいろとね、生徒の皆さんとか保護者の皆さんからは3年間の部活の区切りとして、まあ、県の規模に限らわず何らかの大会開催を求める声が今複数届いているそうです。そして野球ですね。夏の甲子園、今日オンラインの方で運営委員会と、理事会開きまして、開催がどうなるか決定するそうです。夕方には記者会見を開くそうなので、まあ、この後分かるということになりますね。もしも中止となれば戦後初となるそうです。まあ、これまでね、多くの学校が休校だったりオンラインによるね、遠隔授業となっておりますもんね。授業を再開している学校もありますけど、部活動の再開時期が見通せない地域もあると思います。なので全国一律での地方大会開催は難しいというところから、今回は、もちろんコロナウイルスの影響もあるんですけど、夏の甲子園大会中止の方がね、大きいのではないかという意見もありますが、でもね、これはちょっと難しい問題ですよね。まあ社会人とはちょっと違って、この高校生のこの夏の大会って一生に、まあ一度と言いますか、もう3年生は戻ってこないじゃないですか。もしも自分がその時に今高校生だったら、もう本当にここまでこの日のために小さい頃から頑張ってきたのにっていう子も多分たくさんいると思うんですよ。甲子園のあの場に立つのが憧れてってね。自分だけの夢じゃなくてね、保護者の皆さんだったり地域の皆さんだったりね、昔からの少年クラブのね、関係者の皆さんだったり、たくさんの夢があってのことだと思うので、心はねすごく痛いんですけど、今日がね、夕方記者会見が行われます。ぜひ皆さん注目して見ていただきたいなと思います。さあ、それでは皆さんからのね、メールをいただいておりますのでお読みしましょう。ラジオネームトゥーパンプさんからランチタイムメールいただいております。ちょっと曲を変えましょうかね。よいしょ。ほぼ前橋市に工場があるペヤングから新商品が販売されています。その名もトンシマックス。
豚脂っていうのは豚の油で豚脂マックスです。何それ。ラードの香りと旨味でラード好きにはたまらない焼きそばです。レギュラーサイズですがなんと748キロカロリー。消防士の方の1日の消費カロリーに匹敵するハイカロリーです。パッケージに胸焼けに注意と明記されていますので、これからが旬のつまごいキャベツと一緒にバシバシ食べてくださいといただきました。ティヤングさんは本当いつも面白いの出しますね。トンシマックスですって。ご興味のある方はぜひね、つまごいのキャベツと一緒にぜひ食べてください。つまごい農家さんもね、外国人のこの技能者の方がコロナウイルスの影響で来れなくなっちゃって人手が足りないかったんですけど、つまごい村とかで、まあ、お店とかが一応経営ができない旅館とかが、そういう方たちが、まあ、150人くらい集まってくださったみたいで、なんとか収穫を迎えることねできるそうなので、よかった一安心です。これからね、夏秋と書いてカシューキャベツ、とってもね美味しい時期になるので、ぜひ皆さん食べてみてください。トゥーパンプスさんありがとうございました。そしてラジオネームゴルゴ38さん、いつも前向きで元気なあちゃん、こんにちはありがとうございます。こんにちは。不謹慎かもしれませんが、先日気分転換にと思い公園に出かけ散歩をしようと歩いていたら、ふと下に目を向けた時、四つ葉のクローバーを見つけたのでした。とりあえず見つけてから何日か経ちますが、一つだけいいことがありました。四つ葉のクローバーは幸運をもたらすと聞きますが、そんなに早くに効果が現れると思えませんでした。あとはコロナウイルスが早く収束し普段の生活に戻ることを願います。ゴルゴ38さん、メールありがとうございます。すごい、四つ葉のクローバー見つけられるんですね。私は結構こういうの信じちゃうタイプなので、小さい頃からひたすらねクローバー見つけてるんですけど、いまだに四つ葉のクローバーを見つけたことはありません。皆さんは四つ葉のクローバー見つけたことはありますかね。それを大切にね、取っといてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、羨ましいですでも見つけなくてもあーちゃんは幸せです。はいそれでは皆さん、メールありがとうございました。ではここで一曲お届けしましょう。ファンキーモンキーベイビーズで、あと一つ。時刻は12時52分を回ろうとしています。クリップ終わりの時間が近づいてまいりました。皆さん、今日のクリップいかがでしたでしょうか。今日もね、ぜひいろんなことをクリップしてもらえたら嬉しいです。さあ、いよいよ5月22日金曜日、今週の金曜日、あさってですね。あさってには皆さんのご自宅にあるものが届きます。はい、それはですね、1人10万円を支給しますということで、特別定額給付金の、申請書が発送される日となっております。5月22日金曜日に申請書が発送されますので、その後順次にね皆さんのご自宅に届くと思います。で、申請書に記入して返送してもらいます。その後2週間程度で支給振り込みがされるということになっております。他にもね、オンライン申請とかもありますので、詳しくは前橋市のホームページをご確認ください。そしてこの給付金などに便乗した詐欺が今増えているんです。前橋市や総務省などがもう絶対に現金自動払い機 ATM の操作をお願いすることはありませんし、受給にあたり手数料の振り込みを求めることもありません。メールを送ったり URL をクリックして申請手続きを求めることもありませんので、皆さんぜひご注意ください。そして明日の担当は私、磯日彩香となっております。ぜひ明日もクリップしてください。それでは時刻は12時54分を回ろうとしています。また明日お会いしましょう。さようなら。素敵な午後を。
番組は立正佼成会株式会社ララの提供でお送りしました。